マダムロワイヤルの世話をするゲメネプ人、ビクトワール・アルマンド・ジョゼフ・ドロアンは、ブルボン朝末期フランスの貴族女性、宮廷女官、王妃マリー・アントワネットの取り巻きの一人、王家のガバネスを務めたが、1782年を、との、破産スキャンダルの影響で辞職した。宮廷では、ゲメネプ人と呼ばれた。スービーズ公、シャルル・ドロアンと、その二番目の妻で、カリニャー公 ビットーリオ・アメデオの娘であるアンヌ・テレーズの間の唯一の子として生まれた。イボアネ・シャルロットは今月後、ルイ・ジョゼフに嫁ぎ、フランス王族の列に連なった。1761年1月15日、同族のゲメネ公アンリルイ・マリード・ロアンと結婚、間に5人の子を設けた。ゲメネプ人はランバル公妃と共に王妃マリー・アントワネットに影響力を持った。 最初期の友人であった。ゲメネプ人は、幼い王妃に贅沢な老費や、賭博の習慣を教えたことで悪評を買った。特に、イギリスで流行していた新しい形式の競馬、ファラオというゲームをベルサイユ宮廷で流行させ、この競馬で王妃が莫大な借金を作ってしまった、ことで非難された。1777年、フランス滞在を終えた王妃の長兄の神聖ローマ。 皇帝ヨーゼフ二世は妹に開国書を与えたが、その中で賭博のためにゲメネ公妃のサロンに入り浸る王妃のことを強く、たしなめた。ゲメネ夫人は、心霊主義に傾倒していたことでも知られており、相当に優れた知性の持ち主だったにもかかわらず、多くの時間を心霊主義のための愚行に無駄遣いした。なおかつ愛犬家で、多数の犬を飼い、霊魂を通じて、犬と、 一思疎通ができると主張していた。大胆で、創造しく、自由で、応用な性格の女性であり、宮廷の最良の人種を引きつけた。応用さについては、有名な宝石のコレクションを所有していたものの、自らは滅多に身につけることはなく、友人たちに貸し出していた、という逸話からも伺える。王妃の初期の友人サークルには、ゲメネプ人の派閥とランバル夫人の派閥とがあり、 ゲメネ夫人のサロンには、ポリニャック夫人、コワニー公爵、ブザンバル男爵、ボドロイユ伯爵といった取り巻きたちが集まった。一方、ランバル夫人の部屋には、オーテアルトワ伯爵やシャルトル公爵などの王家の、連士たちが出入りしていた。ゲメネ夫人とランバル夫人は、実の十姉妹同士であったが、二人を中心とする、両派閥は、王妃から利益を引き出す上で、 対立関係にあった。1776年、長年にわたり、王家のガバネスを務めてきたオバマルさん夫人が職を辞すると、王妃はゲメネプ人を公認の養育係に任命した。当初は10代の大妹とマダム・エリザベートの教育の監督のみで暇も多かったが、1778年12月19日に国王夫妻の長女マダム・ロワイヤルが、 1781年10月22日に国王夫妻の長男ルイ・ジョゼフ王太子がそれぞれ誕生すると彼らの養育に献身した。ゲメネ夫人はコアニー公爵の弟コアニー伯爵と愛人関係にあった。夫のゲメネ公の方は夫人の親友で王妃のお気に入りの一人であるディロン伯爵夫人と愛人関係にあった。 ゲメネ夫人とディロン夫人は家族ぐるみで、仲が良く、ゲメネ夫人は、王家のガバネスとしての制約上、国王に許可がなければ、王宮から外出できなかったが、在職中一度だけ国王に外出許可をもらったのは、ディロン夫人の王王子、ナルボンヌ大司教がオートフォンテーヌで主催したパーティーに、出席するためだった。王妃の朗読係マチュージャックド・ベルモン神父は、ゲメネ夫人やディロン夫人のような、 堕落した女たちを側近に置いておくことについて、王妃に強く還元した。1782年12月、ゲメネ夫人は夫ゲメネ公の事業の失敗と破産によって起きたスキャンダルにより、王家のガバネスの職を退くことを余儀なくされた。公認には、王妃が最も親しくしていたポリニャック夫人が選ばれた。夫妻は3300万リーブルという莫大な債務の、 返済のため、パリ・ボージュ広場の本邸をテルド・ロアン・ゲメネや、モントルイユの別邸を含む資産の大部分を売却し、夫人の父スービーズ公から提供された屋敷に住んだ。王妃は、ゲメネ夫人に、宮廷の他の役職を与えて、年金を支給し続けたが、ゲメネ皇夫妻は、宮中から追放され、夫人と王妃の個人的な交友も終わった。 ゲメネプ人は1787年に死去した父からクリソンなどの所領地を相続した。1789年フランス革命が起きると家族と共に国境を越えてオーストリア領に逃れベルギーを経由してボヘミアに落ち着いた。ゲメネプ人の死の翌年の1808年、夫ゲメネコはマリー・アントワネット王妃の威。 オーストリア皇帝フランツ一世より、オーストリア貴族の借位ロアン行為を与えられ、以後彼ら夫婦の子孫のロアン家は、ボヘミア貴族として続いた。妻ゲメネ公との間に三男二女を設けた。三人の息子たちはいずれも男子を設けられず、ロアンゲメネ家は1846年断絶した。次女、ジョゼフィーヌの子孫ロアンロシフォール家が、ゲメネ家の称号、資産をすべて相続し、 その血統は現在まで続いている。ありがとうございます。